5、4、3、2、1、0、点灯してください。つきました。おお、はい、どうもアッペアです。お願いします。ぜひね、顔と構えだけでも覚えて帰ってください。はい、ということで今回毎年恒例の下神殿駅イルミネーション点灯式。おお、ありがたいことに今年もね、司会を我々アンペアがやらせていただきまして、じゃあ点灯、実際もう点灯した後ですね、今回はちょっとオープニング後撮りなんですけども、はい、ということでイルミネーション点灯式の様子をお届けしたいと思います。はい、下神殿駅イルミネーション点灯式始まりますよ皆さん。ご近所の方、ご近所の方、お集まりください。始まりますよ。皆さんこんにちは。こんにちは。エース群馬の久保田雄一です。ちょっと今年はね、人出がまだ少ないですけど、まだ例年よりだいぶ暖かいので、これからぜひ出てきていただいて一緒にテントボタンを押していただけたらありがたいなというふうに。強く願っても叶いはしないものに、掴みかけて忘れるとボトルこぼれ落ちてき、高すぎて届かない、諦めてた場所でもくすぶった心に火を灯せばまだ止めるだろう。でもクイズ島倉くん。今日ね、和鉄に関するクイズを用意してきましたので、勉強になるよ。はい、うん、2人にね、解いていただこうかなと。はい、分かったらこのマイクで回答していただこうかな。はい、じゃあ和鉄の勉強になるクイズが、はい、出されます。はい、分かりました。皆さんも一緒に考えてくださいね。なるほど。はい、では第1問、この渡良瀬渓谷鉄道の路線ですね、渡良瀬渓谷線っていうんですけども、この名前になる前、旧国鉄時代には何線と呼ばれていたでしょうか。名前が違ったんですね。はい、坂井さん。はい、地元住民生活の生命線。違います。ある意味そうなんだけど違いますね。名前ではなかったら避けてくださいね。はい、はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、いつも絵を描いてる画家の福井ひとみと申します。よろしくお願いします。こちらのイルミネーションの元になったデザインを、させていただきました。今年のテーマも気流祭りをテーマにしてデザインしたので、皆様ぜひキラキラ輝くイルミネーションをお楽しみください。はい、じゃあ一回練習しましょう。みんな、まだ押さないけど、はい、押すタイミングの練習ね。はい、押しちゃダメだよ、まだ練習だから押しちゃダメだよ。みんなちょっとずつさ、どいってさ、みんなが手が触れるように、ね、触れるようにしてください。来た来た来た、もう一人来た。はい、じゃあカウントして、そうですね、押しましょうか。5秒からでいいかな。じゃあ6万からいきますか。6万からだとね、もうちょっと間に合わないんだな。はい、あと2分じゃ終わんない、はい、それ。じゃあ5からいこうかな。はい、5からカウントダウンして、まだ練習ですよ、押さないでくださいね。0になったらみんな押しますからね。はい、はい、いきます。せーの、5、6、7。あ、カウントダウンして、それだとゼロになんないから。これね、毎年やってるんでね。お付き合いください。はい、5、4、3でね。はい、じゃあ一回本当に練習しますよ。はい、本当にやるよ。はい、まだ練習ね、いくよ。はい、押さないよ。はい、せーの、5、4、3、2、1、0で押すよ。はい、オッケー。オッケー、オッケー、分かった人、分かった、はい、みんな分かった。はい、素晴らしい、賢い横手もお三たちで。はい、これを3個全部押さないとつきませんので、同時にね、はい、みんなで協力して、はい、イルミネーションに心が一つにならないとつかないからね。そうですね。じゃあ行っちゃいますかね。はい、じゃあ行きますよ。行きますよ、よろしいですか。はい、あとね、カメラの方もね、見てくださいね、よかったら。それも大事、ね、みんなが撮ってるからね。撮ってるから。よし、じゃあみんなの力で駅に電気をつけるよ。はい、みんなの心を一つに。坂井さん、またカウントダウン。はい、じゃあ行きます。5秒から。はい、じゃあ大人の方もカウント一緒にお願いします。せーの、5、4、3、2、1、ゼロ、点灯してください。つきました。おー、ついた。いつも心に喜びを
つも心に微笑みを。と平穏と喧騒忘却を繰り返す日々を勇敢感と。はい、ということで伝統式終了しました。今年も着きました。結構ちゃんと人来てくれたね。よかった。初めね、はい、全然だったんでびっくりしたけど、はい、よかったよかった、歌を歌ってくれた川野目博之さんと、はい、イルミネーションプロデュースした画家のつくいひとみ先生です。はい、すごいなんかうざいテンションです。かのめさんどうでした今日。いやーもう本当にね、初めてですもんね、歌ったのは。そうなんですよね、もう長年の夢がついに叶いました。長年の夢だったんだ。見渡す限り人素晴らしい。でも人は結構来てくれた。いた、はい、夢これかな。これはこれで良かったよ。これはこれで良かった。来年はね、来年また新しい夢をね、つけていこうと思いますしね。だんだんとね、ひとみちゃんは、今年はどうでした？どうですか？もういっぱい、ね、たくさん見に来てくれて、嬉しい、本当に嬉しいね。本当人来ないかと思ったよ、最初。びっくりしたよね、初めね。やばいな、今年。関係者しかいない。4時になっても誰もいないよね。やっぱり、ね、花嫁さんが歌うぐらいになったらやっぱみんな集まってきて、そうそう、歌がありがとう、呼び寄せてくれたよね。本当に、いやそっからもういつの間にやらずらりずらりと並んで、いやありがたかった、本当にずらりずらりじゃない。やっぱ歌歌ってるとさ、ね、なんかやってるかなって人が来るよね。そうだね、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ来年もね、もね、飾り付けから、うん、はい、この辺飾り付けたのを、まあ、かのめさん、俺アピールが激しい。看板のところをね。そのままこれ閉めちゃうか、はい、はい、ということで、はい、はい、じゃあみんなも来年ねやる、そうですね、はい、はい、ということで、と思います。今年のイルミネーション点灯式でした。はい、じゃあこの動画が良かった高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。もうね、いい感じじゃない、結構綺麗になってるよ。歩いてく、でこ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 、でこでこでこ、君が笑う。